はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、五郎でございます。ということでね、今回も SKP 活動を配信していきたいと思いますということなんですけどもね、今 B リーグの方もね、チャンピオンシップめちゃくちゃ盛り上がってますけどもね、琉球対広島ということでね、もうがぜん広島よりというか広島の応援をしております。明日なんでね、明日ちょっとバスケ友人たちとね、あの日本の居酒屋で見たいなと思っている次第でございますということでね、がぜんバスケ盛り上がってます。さあということで、今週は10本決められるんでしょうか、15本決められるんでしょうかということで、今回は紺の SKP T シャツを着ての登場となっております。さあなんか今日台風来てんすかね、なんかめちゃくちゃ急に今アポの仮なんですけども、めっちゃなんか風強いわ、雨降ってくるわ、傘ぶっ壊れるわみたいな感じです。さあこの日もね、まあまあ自分的には調子が良かったんですけどね、どうなるんでしょう。ちょっと暑くなってきたんでね、結構上海の夏のバスケってマジきついんで、ちょっと夏に向けて本当に今家で筋トレしてるんですけど、有料アプリ見て意外となんか自分的な体感でいくと結構上半身下半身結構無駄のないトレーニングメニューが組まれるんですけど、意外ときつい、マジ20分ぐらいではあるんですけど、結構なかなか考えられてるメニューだなっていうね気はしますけど、なんで先週ぐらいから、まあ、先週2回バスケやったっていうのもあるんですけど、なんかずっとどっか筋肉痛、いい感じなんですけどね、まあ、腹筋が筋肉痛だったり、なんか足が筋肉痛だったり、背中筋肉痛だったり、まあどっかが筋肉痛っていうね、なんかそんで日曜日のバスケを迎えるわけなんですよ、ここ 1,2 週間ぐらいの流れでいくと、そうするとそれがまたね、また筋肉痛が筋肉痛を呼ぶというかほんでなんかね、強くなってるような気がします、なんか体が、ちょっともうちょい鍛えないと。なんかね、最近でかいメンバーが増えたんで、この2人でかすぎて無理でしょ、ここアンマッチだらけさあもうだからね、普通にピックもう痛いんだよね痛いのちょっと弱いんであれなんですけど、まあなんでちょっといろいろ鍛えなきゃいけないところが今ありすぎて、まあ基本的にはまあスクワット系と肩周りはちょっと意識してやってるんですけどね。さあそんなことを言ってる間にそろそろ半分時間が経ってしまっております。さあ最低1本は決めたいぞ。まあ1本決まないと配信しないという編集方針なんでなので配信がされてるということは、まあ最低1本は僕が決めているというね、そういう自分勝手な配信をしております。さあ休憩中の五郎でございます。アイバンとこの2人でかいよね、マジで。もうリバウンドも絶対取られちゃうもんね。さあそろそろ出番が欲しいぞ。試合も後半戦になっております。さあ、おー惜しい。
さあ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 、そろそろ出番が欲しいぞ。おっと、すごいな。あれはきついな。やっぱそうなるよね。倒れちゃうよね。ちょっと怪我だけはほんと注意。怪我だけはほんと注意。あそこであの体で押し込まれるとちょっとね、おじさん的にもきついかな。ちょっとな。さあ、なんでね、ちょっと筋力アップもしてかないとね、ほんとバスケ続けるという意味でね。さあ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 、そろそろ出番が来てもいい頃。おっと、柴崎決めた。おっと、ゴロ入ってきました。ゴロ入ってきました。今度 SKP T シャツを着ての登場となっております。さあ、1本決めたいぞ。さすがに残り2分、時間がない。おっと、さあさあさあ、まずい。なんか最近やっぱスリーも多いな。そろそろ時間がない。1本決めときたい。よっしゃ、ナイス。お、ああ、やばい、時間がない。残り30秒、一本決めときたいぞ。きた、よっしゃ。危ない、時間ギリギリ。柴崎からの、いよいしょと、よっしゃ、ガッツポーズ。シュート決めてガッツポーズするの僕ぐらいなんですけどね、いいんです。さあ、ラストか。おっと、ブザビー決められた。